鬼滅の刃のデフォルメシールウェハースその4のバーコード12枚集めると今回も必ず限定コレクションファイルがもらえます。はい、ということで、そもそもこのデフォルメシールウェハースその4ってもう7月の19日に発売されていて、この限定コレクションファイルももうすでにね、到着されてる方が多いと思います。お、持ってなかったスーパーレア忍、やったー。7月の19日にそもそも発売されてたんだけど、再販が決定したんですよね。なので今ね、お店とかでも結構ね、またね、よく見かけるようになったのは再販が決定されたからです。で、僕もね、再販されてからもう一回買ったんですけど、で、この再販に伴って限定コレクションファイルもまた応募できるようになったんですよね。で、その締め切りが10月の31日、10月31日日曜日の当日決心有効、また応募できるようになったので、よかったらね、皆さん必ずゲットした方がいいかなと僕は思います。今回は確か60枚入りかな、裏表で120枚入るかもしれない。ちょっとドラゴンボールシールウェハースと違って、2枚2枚2枚かな、リフィルが2枚2枚2枚の計6枚入るようなリフィルになっていると思うんですけど、限定コレクションファイルの表紙もまあこんな感じなんだよね。だからめちゃくちゃかっこいいから、7月に発売された時は応募できなかったので、今回ね、再販に伴って応募していきたいなと思います。なのでね、必ずバーコード、おー、出ました、スーパーレア煉獄さんのスーパーレア、よっしゃ、持ってなかった。必ずバーコードは取っておきましょうと、12枚取っておいて応募しましょう。で、応募方法についてはもういいよね、再三動画出してるので、ちょっとね、ぜひね、ドラゴンボール挑戦シールハースと全く同じような応募方法になるので、そちらのね、動画を見ていただければと思います。まあ、ちょっとね、記載方法がね、ちょっと分かりにくかったっていうのはね、正直ちょっと個人的な見解としてあります。もうちょっとね、分かりやすく書いてくださったら嬉しかったなっていうねのはあるんですけど、そしてね、結構質問もね、多くの質問もらったので、多少ね、分かりにくいと思った方もね、いたんじゃないでしょうか。ちょっと別の商品なんですけど、9月の27日には鬼滅の刃ウェハースっていうね、あのカードウェハースがまた発売されてるので、そっちもね、よかったら買ってみてください。で、この1個前に上げた動画で、ちょっとこの剥がれやすさっていうことについてはね、ちょっと前回の動画で話したんで、まあ、ぜひね、よいしょと、まあローターでね、しまう、ここで話すと長くなっちゃうんで、まあ、ぜひね、別の動画見てください。まあ、ドラゴンボールの方はね、かなり改良されたかなと思います。素晴らしいですね、素晴らしい企業努力。うー、右側残り10個やっていきます。今回ね、まあ、煉獄さんの極めレアが一番の狙いだったから、まあ、炭治郎のね、極めレアを今狙ってるっていう感じですね。9月の27日に発売された鬼滅の刃ウェハースの方ではなんかホログラム加工になってるやつがあるから、それをね、ぜひ全部無限列車編のね、シーンをね、カードにしたようなもので、まあ、ホロ加工だからね、ちょっと、まあ、ホロ加工が少し気になるよね。そっちもね、ちょっと気になる感じですよね。はい、行きましょう。おーっと、ダブった。この伊之助めっちゃ持ってるな。鬼滅の刃もね、前回テレビでね、まあ、放映されたからね、またね、こう続編があるっていうことでね、またシールウェハースもね、集めていきたいなと思ってます。さあ、残り6パック来るかな。限定コレクションファイルはね、11月におそらく到着されるんじゃないかなって今発表になってます。え、おー、リュウさんのスーパーレア、かっこいい。お、めっちゃかっこいい。で、まあ、ドラゴンボールシールウェハースみたいに、まだまだね、ラインナップのバリエーションが増えるというね、まだまだ鬼滅の刃はノーマル、レア、スーパーレア、極めレアっていう4つだけだから、ドラゴンボール挑戦シールウェハースというところの初期の感じだよね。ドラゴンレアがあって、みたいな、ノーマルがあって、みたいな。あれからね、ドラゴンボールシールウェハースのシークレットが出たりとか、ダブルライジングレアが出たりとかね、いろんな、おー、2枚目だった。煉獄さん被っちゃったね。そう、っていうことでね、ちょっとバリエーションがね、いろいろ増えるといいなと思ってます。まあ、暗闇で光るだったりいいし、限定ね、2万枚限定とかもね、50、50、2万枚限定とかも、盛り上がったからそういうのでもいいしね、もう少しラインナップね、増えてくれると面白いかなと思います。はい、じゃあ最後ね、ラスト1パックになります。じゃあこの動画でね、まあ、一番伝えたかったのは本当にもう限定コレクションファイルバーコード12枚集めれば必ず応募できる、そして再販が決まったからそれに伴って応募期間も延長されて10月の31日までですということでした。おー、ということで極みが出なかったね、炭治郎。はい、今回こんな感じでした。最後にこれね、買ってきたんですけど全くね、覚えてないんだよね、何なのかっていうのをちょっとね、開けていきます。結構前に買って覚えてないっていうね、何だったんだろうな。 SDBH スーパードラゴンボールヒーローズのカードだと思うんだけど、あれ、何だろう。へえ、多分ストレージにあったから買ったのかな。110円、税込み110円で、まあおそらくこの袋だったらね、まあ秋葉原おたちゅうさんじゃないでしょうか、というところで税込み110円で、あれか、未開封だったから買ったんだね。おそらく未開封だから買ったんだろうね。まあこういった未開封のカードね、あのアクラスさんのね、トップローダーに僕は入れてるんで、まあちょっとね、早速じゃ入れていきたいと思います。ちょっと謎だったね、最後で。ちょっとね、最後ごめんなさい、なんか謎な感じでした。はい、じゃこれトップローダーに入れていきます。あとはこんな感じでね、ガチャもやってるんでね、ぜひ動画上げていきたいと思います。コメントね、本当ありがとうございました。はい、じゃ今回こんな感じでした。またねー、バイバーイ。やっぱ極みレア、マジでかっこいいね。